はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お尻を小さくする方法というのを紹介しようと思います。小さくする方法としてもですね、脂肪を取るんじゃなくって、実はお尻に皆さんね、ちっちゃかったりするんですよ。で、そのちっちゃいお尻が出てしまって、お尻が大きく見えている場合がね、ほとんどです。で、スクワットとかして、お尻をちっちゃくしようとしても、さらに大きくなってしまったりですね、そういったパターンがね、結構あります。で、今回は、出てるお尻。いわゆる、こういう姿勢でね、お尻が出てしまってるお尻を、今からするスクワットで、こういう風な姿勢にね、直せます。出てるお尻を、まっすぐにすれば、意外とお尻はね、ちっちゃかったりします。皆さん大きいと思ってるけど、実はお尻が出てるだけで、骨盤がね、本来こういう骨盤がこうなってるから、お尻が出ているっていう姿勢になってしまってるだけだったりします。なので今回今からやるスクワット、ちょっとコツがいるんですけども、何回も見ながらやってもらったらできますんで、ぜひ真似してやってみてもらえたらと思います。ではやってみましょう。はい、まずですね、普通のスクワット。手は頭の後ろで、足はね、肩幅ぐらいにします。つま先しっかりまっすぐです。このまま、お尻を出しながら、さっきのね、お尻を出した姿勢、この腰を少し反らして、出した姿勢から、ももがまっすぐになったぐらいで、腰をぐっと、ここの腰をね、ぐっと丸めて、お腹引っ込めたまま、お尻を力を入れたまま立ちます。今、締まってる状態です。で、またお尻を出す。降りる、腰をぐっと丸めて、お腹をしっかり引っ込めて、出てるお尻を前に持っていきます。前に持ってったまま、おへそ穴を上向けながら立ちます。いきます。出す、腰を丸める、おへその穴を上向けながら起き上がる。お尻は締めたままです。こういう感じです。出す、丸める、しっかり猫背です。お腹しっかり引っ込めて、おへその穴を上向けながら、お尻を締めながらぐーっと上がってください。これをね、毎日10回やってください。前から見るとね、こんな感じです。降りたら、背中をぐっと丸めて、おへそを上向けて、ぐーっと。こういう感じです。もう一回行きましょう。お尻を出す、腰を丸める、おへその穴を上向ける、お尻は締めたまま。お腹をちょっと前に出す感じです。このお尻締めたままの状態がいつもの姿勢です。これが姿勢が良くなった時のあなたのお尻のサイズです。意外とね、お尻が前にキュッと出ると、意外とね、ちっちゃいんですよね。出てる幅が少しなんで、ここから降りる、この腰をね、腰を丸めて、お尻を締めたまま立つ。で、本来のお尻のサイズはこれです。今皆さんが例えばお尻が気になっている人は、このお尻が、こうね、出ているだけ。本来こう。このお尻がこうなりますんで、このね、ここのラインが骨盤と思ったら、前に傾いた姿勢がお尻が気になっている人なんですけども、この傾いたラインをまっすぐにできると、まっすぐもしくはね、ちょっと上ね、上向きにできると、お腹も引っ込むし、お尻もしっかりね、キュッと締まったままになりますんで、かなりね、こじりになります。この姿勢をね、まっすぐにする、骨盤をまっすぐにする力が身につくと、出ているお尻というのはちゃんと前に締まってますんで、お尻のサイズもちっちゃくなるし、お尻の力がいつも入っているんで、脂肪も取れやすく、お脂肪もつきにくくなります。といったことでね、今みたいに腰を丸めるスクワットを毎日10回、それだけでもね、全然違います。息をしっかり吐きながら、お腹をぐーっと引っ込めて、お尻を締めながら、おへそ上向けながら、ゆっくり立ち上がるということをたった10回。ゆっくりするんでね、ちょっと太ももも疲れるかもしれないんですけども、まあ、太もも痩せにもね、効果ありますんで、今みたいに1日10回頑張ってもらえたら、お尻が元の位置に戻って、お尻の脂肪は取れなくてもお尻はちっちゃくなりますんで、本来の位置に戻りますんで、ぜひやってみてもらえたらと思います。参考になった方はぜひコメントもらえたらと思います。そしてね、太ももの痩せのブログとか、あ、すいません。説明欄に貼ってますんで、よかったら見に行ってみてもらえたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンお願いします。